はい、皆さんこんにちは、メタボです。2023年の春に梅田貨物線の新ルートが開通しまして、大阪駅というね、念願のこの線路に大阪駅という駅ができまして、まあ少し話をしておくと、ここはもともと梅北ヤード、梅田貨物駅があって、でここは貨物専用線だったんですが、環状線と阪和線の連絡線ができたことによって、南紀方面に行く黒潮と関空方面に行くはるかが新大阪、京都方面から乗り換えなしで運行できるようになって、それ以降は梅田貨物線は貨物と特急列車、そしてまあ一部普通列車、新宮行きとかね、走ってた時期もあったんで、まあ、そういった列車が走る路線でしたが、現在は特急列車とこの貨物、安治川方面に行く貨物列車が走る路線になっています。2020年からウエストエクスプレス銀河もここ走りますね、和歌山方面行きのやつはね。それで何回かに分けて紹介している梅田貨物線が2023年春に地下に潜って、今の線路と、まあ、線路を走る列車が、2023年の春には見れなくなりますよっていうのを、まあご紹介してまして、で2023年地下化になって新ルートになりますっていう、この右上にカード出てると思うんですが、動画では、どの辺から潜って、どの辺がなくなる、地下に潜るっていうのをご紹介してるんですが、まあ、その中でも、この地上を走っている貨物列車、ね、また見に行きたいなっていう人も多いと思うので、まあ、今回は貨物列車にスポットを当ててご紹介していますが、なんか見に来るもうコアな人は貨物の時刻表を持ってね、機関車、まあ、中には釜という方もいらっしゃいますが、先頭の機関車が、何っていうことも、知った上で来られる人もいるので、僕そこまでちょっと調べなくて、まあ、この EF66 の27なんか今人気がありますが、僕がたまたま行ったら、この子が来たってラッキーぐらいの感じなんで、まあ、あんまり役には立たないんですが、まあ、貨物の時刻表を、見られると、機関車釜が乗ってるそうなので、また、猛勉強されてくる方は事前にそこら辺まで調べられたらいかがかなと思います。そして今映ってる場所が西梅田一番踏切という、今福島区側なんですが、向こう側はもう大阪駅がすぐそこというところで、まあ円形から取れば列車とグランフロントとかね、大阪駅のビル映すこともできるので、ここは近くで私みたいにこうやって撮るか、後ろの風景映して撮るか、どちらにしろ来年の春にはもうここを通る列車がなくなるので、遊びに来られたらぜひここも立ち寄っていただきたいなと思います。メタボのおっさんの歌。先ほどの西梅田一番踏切から北方面大淀の方に歩くと、今 EF66 の27が止まってる梅田の信号所があります。梅田貨物線は複線と単線の両区間がありまして、でまあ、ここを貨物が特急列車を退避したりとか、あと2019年に大阪東線が開通してから、奈良行きの直通快速が新大阪で折り返すのに一旦ここにやってきて、新大阪の方に帰っていくという、まあ、送り込み回送の、折り返し地点になってたりもします。でこちらはもう207と321なんですが、昔かな、なんか臨時で201系もなんか来てたり知ってたらしいんですけど、私は見たことがありません。話を貨物列車に戻して、ここを走る貨物列車はほとんどがコンテナで、もう滝とかタン
ック車とかはありません。まああと貨物に含めていいのか分かんないですけど、レールの輸送車ね、チキがあるんですが、まあそれは置いといて、ほとんどがコンテナ列車で、まあ楽しむとしたら、先頭の機関車の形式になりますが、EF200 はもうないので、ここを走ってる、機関車というと、もう圧倒的に EF66 の100番台もしくは EF210 になります。あと、まあ、先ほど登場した EF66 の、27も走ってたりとか、あと EF65 とか DD51 とか来るのかな、あんまり見たことないんですよね、貨物を牽引してはね。ということで、まあ非常に、機関車 EF66 の100番台と EF210 の、確率が高いなと思うんですが、最近 EF210 は新塗装になりまして、300番台のあの押し太郎ね、押し桃の、ラインが金色から白になったような新塗装も走っているので、じゃあ逆に旧塗装の EF210 が珍しくなってくるのかなぐらいの楽しみ方ではないでしょうか。あ、これが EF210 の新塗装ですね。で、もう一つの楽しみ方として、コンテナの種類挙げられると思うんですが、今見ていただいているのは福山レールエクスプレス福山ツーン専用のコンテナ列車で、20両40個、福山ツーンのコンテナばっかりが、搭載されているコンテナ列車で、こうやって、まあ、あの通過するまで1分少々ですけれども、非常になんか見応えがあるというか、まあ、麻雀好きな人は、まあ、あのこういう同じ色に揃えるっていうのはなんか嬉しいかなと思うんですが、この列車が安治川と盛岡間一往復してまして、運転してない日もあるんで毎日は来ないんですが、だいたいこの中津の中国街道可動橋下を15時半ぐらい1530あたりに通過して、その先の梅田信号所で一旦休んで、黒潮22号を待って、その後こうやって出てきますが、安治川到着が16時1600なので、この西梅田一番踏切を15時40分台1540あたりに待っとけば、この姿を見ることができます。あの専用というキーワードね、なんか弱いですよね。角生えてたりもしてなくても、まあ色が統一されてるからかっこいいというか、とかこの福山のレールエクスプレス、安治川盛岡間の運行会社が実は2021年の3月でまだ1年経ってないんですよね。でこれが地下に潜るまでの間2年間しかここ西梅田一番踏切の地上部分を走らないので、ある意味、まあ、貴重な映像になるんじゃないかなと思います。メタボのおっさんの歌。専用列車実はもう一本ありまして、こちら佐川が所有するね、貨物列車じゃなくて貨物電車スーパーレールカーゴなんですけれども、こちらも梅田貨物線を1往復、毎日じゃないけど1往復します。でこちら、安治川行きが朝の5時15分ぐらい中津ですね。でこの夜は、これは福島駅の下の、城西橋踏切ですが、こちらは23時10分後半ぐらいに、通過して中津の町を23時10分台から20分台にはもう駆け抜けていくということですが、スーパーレールカーゴね、最後にこの地上を走ってるところを撮影したいという方、見たいという方多いと思うんですが、安治川行きは、先ほどお伝えした通り5時台なので、安治川行き見に行きたい、撮影したいという時は日の出が一番早い夏至の日、またはその前後1週間が狙い目です。で私も早起きして見に行くんですが、私が行く時に限って遅延が多くて、結構見れる確率が少なかったりするんですけど、私だけでしょうかね。で、まあ、あの福山佐賀と専用列車をお伝えしたので、じゃあ、
ヤマトの専用コンテナもないのかっていうと、なんか全国でヤマトの専用コンテナって走ってないんですよね。たまたま全てがヤマトになることはあるかもしれませんが、でそこで、この前と言うてももう2019年の話ですが、西成区の千鳥屋さんで鉄道模型運転会があった時に、近くにお住まいの鶴見橋鉄道さんがスーパーレールニャーゴを走らせてはったので、その現物走る姿を拝ましてもらった映像を見ていただきながら、お別れさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等お待ちしております。それでは皆さん、また See you。